山崎智近山崎智近から1897年11月2日は、明治時代の滋賀県の政治家。大見国久本郡中、小村のゼゼ藩士の家に生まれる。ゼゼ藩校純義堂に学び、京都、江戸に留学して、漢学、兵学を治める。幕末、反論を尊老に動かし、明治維新後ゼゼ藩県大三次として、反省を担う。 明治四年の廃藩置県後、大津県大族に任じられ、後に、滋賀県警部等を務め、明治二十一年の車本軍役所開設とともに、初代車本軍長となり、明治十四年に、安軍役所が新設されると、両軍の軍長に就任した。その後自由民権軍等を唱え、明治二十二年九月に、同志の片岡米太郎、河村吉蔵、坂井優良二百名とともに、 中野伝大女、全次郎が営む草津町矢倉の、う賀が本店内に、古藤倉区府と称する政治結社を結成し、自ら幹事となり、滋賀県内における自由民権運動を指導した。植木江森等を招聘し、演説会を設け自由民権を固垂した。明治23年7月1日、第1回衆議院議員総選挙に、滋賀県第2区に、 愛国高等より立候補当選し、板垣大輔の地遇を得て、大見自由大懇親会を開き、板垣による演説会を催す等の活動を続けた。しかし、当選以来病気にかかり肝心の時に状況もできぬ状態にあった。明治25年2月15日、第2回衆議院議員総選挙において、甲賀軍を地盤とする改新統計の林田、東北郎に敗れ、 明治27年3月1日の第3回衆議院議員総選挙では自由党内の調整から安軍を地盤とする岡田一次郎を支持した。明治30年11月2日死去した。ありがとうございます。